大井知事の政治資金問題をめぐり、県議会総務委員会が2回目の集中審査を開きました。医療法人からの寄付を受け取った自民党支部の会計担当者などが議会で証言しました。集中審査はおととしの知事選期間中、9つの医療法人からの寄付286万円が自民党支部と自民党の郷真奈美県議の後援会を介し、知事の後援会に流れた迂回献金疑惑の真相を究明するものです。今日は自民党長崎市第8支部と郷県議の後援会、双方で会計を務める責任者らが参考人として出席しました。どうしてこの長崎市第8支部ですか、ね、に入ってきたのかというのが、友人から戻られた県議がそのコンサルタントに言われまして、なんか打ち合わせを始められたんですね。で、打ち合わせを始められた時に、まあ、漏れ聞こえた中に、県議にしか頼めないんですよ、で分裂選挙のため県議の口座が使えないんですよっていうのが漏れ聞こえてきました。その2人の打ち合わせが終わったときに、私が呼ばれて、で一応支部に入っている寄付を県議の後援会に移し、それから大井知事の方の後援会の方に移していただけないかっていうふうなことをコンサルタントにより指示を細かくされました。寄付だと私は認識しておりました。なので寄付をありがとうございますということでお礼状を第8支部で作成をしてオープンをしております。また医療法人に寄付を依頼した県医師会の森崎正幸会長は、迂回献金の意図はなかったと主張しました。これまでも議員さんに、私どもは支部に入れてますし、後援会にも入れてます。その先のお金の流れは一切関係ありません。我々には要は支部後援会までのお金の集め方が我々の仕事だと思ってやっております。以上です。誰からの指示だったかについては、選対本部からの指示があったことは認識しているが、それが誰の指示だったかわからないとしました。指示があったというふうな話もある一方で、当該の方にお話を聞いたところ、それについてはなかなか食い違ってしまっているという状況もございます。そういったことを全て踏まえて、やはり解明するに至っていないということが現状だと思っています。集中審査は明日と明後日も行われ、明日は知事を刑事告発している後援会の元監査人が参考人として証言します。